なんか不法投棄増えてない？はい。なんでうちがここ明治牛乳とか言ったのかっていうと、やっぱり中には入らないですからね、夜だし。アピールあります。なんか塩辛がいっぱい入ってます。きったね。あれ文字がねなくなってるんですよ。名しかないです。ちょっと待って、ちょっと車のヘッドライトを使いってやるってなかなかね。あのね、上は行かないです。本当に通り道なんで来ただけなんですけど、前より不法投棄が進んでますね。はい。味塩どうですかね。まあでもこの辺は言うほど古くないんで、瓶は一応ね心霊スポットなんて言われてますけど、全然そんな感じしないです。はい。でここ明けの劇場なんで、あれ田中さん違う、ストリップ劇場ですね。で、ストリップ劇場なので、騒いでも大丈夫なような立地になってるはずなんですよ。でもね、さっきねナビ見たら周りに家みたいなやつあったんだけど、ラブホかな、あれよく利用してた。あそこ。ヘッドライトを利用するっていうのはなかなかでしょ。すいません、明治牛乳を置いてませんか。これ明らかに不法投棄よね、これね。さあ何する。マジで本当に何する。ただこうやって来ただけなんだけど、ここでこんにちはってやるわけですね。受付して、意外にさ、あの電気とかはさまだ残ってんだよね。で上行くと、音響施設があるんですね。ライトとかのねアップする、なんか光ってるよと思ったらさ、ヘッドライトでした。ヘッドライトの光がここまで届いてる。そう、まあ、とりあえず不法投棄は進んだね。まあわかるけどさ、でここ一回火事になってんですよ。ほら炭でね、炭になっちゃってますね。ここがぐるぐる回るとこですね。回る回るよ時代は。ガラスすげえな、ちょっと踏みたくないな。そしてまあパッとこんな感じで、本当におまけなんでこれ。おまけっていうか、あどうしよう、うちこれ予告編無理やり10分ぐらい撮って予告編に2つに分けようか、せっかくだし夜来たから。あ待って、バッテリー上がるよな。やめるか。ああちょっと上がるか。ガラスが怖えよな。
ちょっと上がって、もうカメラワーク気にしないでやってるからね。クリスマス、どうですか、こんちは。お、ドア開いてるじゃないですか、ここ。こんちは。音響施設、こっからよく見えるんだって。あ、見える見える、踊り場ね。面白いよね、ここいろいろね、歴史あるんで。なんだったっけ、外国人とか使ってて、で奥に槍部屋があるらしいんですよ。苦しいぜ。まあここも、でもここ鉄筋だから、そう簡単には崩壊するとは思わないんだけどね。 JR 崩壊。あれ、うち前ここ来たっけ、覚えてないや。一人で来たっけ、一人で来た夢を見たのかな。二人では来た。さっき見えるよって言った場所がここね。まあ、なんつったっけ。あ、そうそうそう。ある方のチャンネルでは霊感強い人がここ来て、幽霊なんて全くいませんねとか言ってたんで、まあ普通の廃墟っていうことで、歴史ある廃墟ですね。ストリップ劇場だった廃墟です。よし、じゃあちょっと明治牛乳の看板を取って終わりにしよう。なんかこれ前回も言ってなかったけど、うち明治牛乳だって。以上、明治牛乳でした。はい、お疲れさんでした。バッテリーは、バッテリーやばいやばい。